ここがその廃墟か。建設中に火災か。もったいない話だね。お、いたな、歌丸。ああ、孫飛か。あ、なんかこわもての人ね。相当の使い手なのかしら。待っていたぞ。何か待ってたぞ。だ、呼び捨てにしやがって。調子に乗るんじゃない。ひぃ、ごめんなさい。なんか雰囲気に乗ってしまいまして。で、こいつは誰なんだ。ああ、うちの幹部の一人、歌丸だ。この廃墟の噂を聞いて先に調査に行かせていたんだよ。歌丸だ、よろしく頼む。で、どうなんだ。このビルに巣くってる連中はいたのか。はい、めちゃめちゃいました。かなりの数です。しかもめちゃくちゃ強いです。うちの部下や周囲のチンピラ連中をかき集めて中を調査させたんですけど、全然帰ってこないし。帰ってこない？そいつらにやられたということか。おそらく。それか孫飛が怖いからあっちに寝返ったのかもしれませんがね。プククッ。何がプククだ。お前が責任者だろうが。いい、その通りです。ごめんなさい、ごめんなさい。しかし、うちの部下でも手が出ないとなるとかなりの強敵揃いかもしれないな。このまま引き下がるわけないだろ。異人町の裏社会を仕切る立場として、そんな奴らをのさばらせておくわけにはいかない。うちの部下を可愛がってくれたっていうのならなおさらだ。きっちり借りは返す。さすがは我らのリーダー孫飛。そう言うと思ってましたよ。奴らはここの地下に巣くってます。かなり下の階まであるみたいですから、お気をつけて。お前は行かないのか。私は行きません。危ないですからね。ひぃ、暴力反対。よし、じゃあ行くか。コミジルの調査隊も捕まってるのかもね。見つけたら助けて行きますか。そうだな、結構強いらしい。気合い入れていくぞ。はいよ、行くよ、孫飛。ああ。行ってらっしゃいませ。